ベッソンは金管楽器製造業者であるビュッフェクランポンによって所有されている。ビュッフェクランポンは2006年にザ・ミュージック・グループからベッソンを購入した。ベッソン社は1837年にギュスターブ・オーギュスト・ベッソンによって設立された。ベッソンは18歳の時に同時期のすべてのモデルを上回る。 革新的な設計のコルネットを作り出した。ベッソンの製品はすぐにヨーロッパの至るとことで大きな評価を得た。1857年、ベッソンはイングランドへ移り、ロンドンに大きな工場を建設した。彼の楽器はイングランドの市場のシェアを獲得し、アメリカ合衆国を含む多くの国々へ輸出した。現代のベッソン社は、コルネット、テナーホルン、ユーホニアム、 チューバフレンチホルン、バリトンホームを生産している。その歴史において、ベッソンは巨大なトリップル B チューバを含む、その他数多くの金管楽器も生産した。1837年、ギュスターブ・オーギュスト・ベッソンは、新型コルネットと共にパリでベッソンブランドを作った。ベッソンの楽器はヨーロッパで有名となり、ベッソンは50を超える発明で評価されている。 1858年、アドルフ・サックスとの数多くの訴訟の後、ギュスターブ・オーギュスト・ベッソンは、ロンドンで工場を建設するために、パリを離れた。その後数年間にわたって、ベッソンは、パリとロンドンで製造を続け、ブルッセル、シャルルロワ、マドリード、バルセロナにも、流通のための大規模卸売店を有していた。1974年のギュスターブ・オーギュスト・ベッソンの死去後、 ベッソン社は名称を変更し、フランスでは1880年にフォンテーヌ・ベッソン、イングランドではベッソンとなった。同じ時期に別のイングランドの製造業者がよく知られるようになっていた。1819年にロンドンで生まれたヘンリー・ディスティンである。ヘンリー・ディスティンと彼の新しいフリューゲルホルムはイングランドにおけるブラスバンドの発展に積極的に関わっていた。ディスティンは 自身の名前の下で新型の楽器を作成し、1872年にディスティンブランドはブージーによって購入された。1878年にディスティンと協力してバルブのための自動補正チューニングシステムを発明した DJ ブレイカリーは共に新型モデルと現行モデルの改良版を開発した。1930年代のパリにおいて、 ストラッサーとマリゴとルミールは皆オーベルタンと共に、ベッソンの楽器を生産していた。1957年、クエノンがフランスのフォンテーヌベッソン社を購入した。ロンドンでは、同時期に、ブージー &CO とホークスサンズが合併して、ブージーホークスグループとなった。19世紀の終わりに、ロンドンのベッソン工場は131名の労働者を雇用し、 毎週100本の金管楽器を生産し、1万以上の楽団が彼らの住所録に載っていた。1925年、ベッソンはクイルターを1940年にウィートストーン &CO を購入した。1948年、ブージーホークスがロンドンのベッソンブランドを取得した。2003年、ブージーホークスはフランスの木管楽器製造における 最高の人材から分かれ、ザ・ミュージックグループに加わった。2006年、CEO のポール・バロナの主導で、ビュッフェ・クランポンが2つの有名金管楽器ブランドであるアントアン・ヌクルトは、パリとベッソンを取得した。ビュッフェ・クランポン社は、アメリカ合衆国と日本に2つの子会社を持つ、ビュッフェ・クランポングループとなり、2007年11月に新たな CEO として、 アントワンヌ・ボーさんを任命した。ビュッフェ・クランポングループに加わることによって、ベッソンはドイツとフランスにおけるプロ向け楽器の生産を再編し、再開してきた。ベッソンの学生向け楽器は、ビュッフェ・クランポングループの専門家の監督のもと、インドデリー近郊の工場で生産が続けられている。ベソンズという名称が付けられた非常に、 低品質の大量のインド製楽器が1990年代末に市場に入ってきた。これらの楽器はベッソンとは関係がない。多くの販売はオンラインオークションを通じて行われた。通り一遍の検査によって本格的な奏者は誰でもこれらの楽器が本物の別ン楽器より全く劣っており、信頼できる製造会社によって生産された。 最も安価な学生用楽器よりもかなり品質が低いことを判断することができるだろう。偽物の楽器、特にポケットトランペット、コルネット、ユーフォニアム、ビューグル、ビーカントランペットはベルの先端に H75,983 の製造番号が刻印されている可能性があり、バルブキーは平面図ではしばしば六角形である。 同様のまがいもの楽器が、ゲッツェンおよび、ブセといったその他の評判の良い製造業者のブランドを偽っている。これらの楽器は、非常に薄い金属から粗悪に作られており、しばしば演奏不可能で調律不可能である。ベッソンのギターは1950年代に生産された。これらには、ベッソン・アレステンという印が付けられた。これらのギターの多くは、フラマス製であった。 ジャズギタリスト、ジャック・ドゥランテによってデザインされた、フラマス製のベッソンブランドのギターも存在した。ありがとうございます。